そろそろ大河ドラマで鈴木が書いた合戦が出てきます。予習にどうぞ。姉川の4人大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家ラジオ。今日のテーマは小説家の孤独な仕事スタイル。今日は雑談です、いやー、この仕事をやってると本当に人と会わないっていう、人と話をしないなっていう、そんな話です。チャット GTP 君にこんな話したいんだけどって言って相談したんだけども、大した話を出しゃしねえので。小説家は多くの場合孤独な仕事をしています。彼らは自分自身と向き合い、自分の想像力や想像力を使って物語を作り出す必要があります。このため小説家は自分の時間と空間を持ち、静かな環境で集中して仕事をすることが必要です。んなことはねえよ大抵仕事に追われて、仕事ってかさ、いろんなことに追われてるからさ、隙間見てノート持ってさ、ちょっとトイレに立って、合間だとかさ、ちょっとースーパーだとかでレジを待ってる間にパパッとノート広げてこう、書くとかさ、ちょっと電車の待ち時間にちょっと座ってノート広げてタタッと書くとかさ、そんなことやってるよな。まあそれはさておき、そう、あのさ、人と会わない生活っていうのが割とねイメージつかないらしいんだ。前、そのコロナの前にね、あのインフルエンザが流行った時に、インフルエンザのワクチンって結構長いこと打たなかったのよ。なんでかっつったら、いやほら人と会わないからって言ったら、知り合いに大笑いされてさ、人と会わない生活なんかあるわけがないでしょっていうふうに笑われたんだけど、そうなんだよ。今日何の人と会ったんだろうっていうか、まあそもそも出歩かないしね。その僕は岐阜に住んでいるので、まあどこに行くにも遊びに行く場所がそもそもないしって言っても、まあ都内に住んでる時でもさ、どこにも行かなかったからさ、結局どこに行っても同じなんだけどね。今日一日、やったことを振り返ってみると、今これ夜の7時半に今これ収録してるんだけど、朝起きて、んで、まあ、朝7時半ぐらいに起きてるか。7時半ぐらいに起きて、んで、こう、8時半には、ゴミ、燃えるゴミの収集があるので、その、ゴミをせっせと詰めてゴミ出しをし、で、朝飯を作って歯を磨くと、歯を磨いて、それから、書斎に入って仕事をすると。で、書斎に入ってる間、仕事っていうのはもう原稿を書く、受講生の原稿を読む、受講生からのメールに返信する、っていうふうです。で、この間誰かと喋ってるかっていうと、誰も喋ってないんだよ。朝のゴミ出しの時間というのは基本できるだけ人と会わないように、ご近所さんと会わないようにしてるんですよ。なんでかというと、ゴミ出しの時間と小学校の登校時間って結構かぶっているので、ほら怪しまれるからさ。そうなんだよ。
っていう風です。で、それでお昼ぐらいまで誰とも会わず、うちにこもりきりなんだ。で、お昼ご飯、昼はね、どうしてるかっていうと、その書斎がね、もともとその会社をやってた時のバックヤードを、会社を辞めた時に取っ払って倉庫を使ってるので、窓が何もないのよ。で、そこでずっと一日仕事してると絶対人間壊れるよねって思ってるので、まあそこら辺はね、いろんなことがあったので、まあそこら辺分かってるので、とにかく一日一回はせめて太陽の光の当たる場所に行こうっていうことで、だいたい11時12時ぐらいに、大抵はミスドかマックかだねに行って、でまあドーナツなりなんなり食ってコーヒーちょっと飲んで、で窓のあるところで、で今あれだな、5月末の観光の原稿の最高ゲラが来ているので、ね、ゲラを広げて、で、そのゲラのチェックをすると。まあ、そこで朝刊読む場合もあるしね。で、まあそうでなければ大体原稿の、自分の原稿のゲラ、下書きをしたり、下書きしたものをこうパソコンで清書したりっていう、そういう作業をしてます。で、そうね、ミスドだとさ、コーヒーいかがですかって声をかけられるので、おかわりいかがですかって声をかけられるからさ、その時に、あ、お願いしますとかっていうふうに、あ、どうもありがとうって。人と話すのそのぐらいだよな。で、まあ2時ぐらいには戻って原稿だよ。これ移動が基本車だと一歩も歩かなかったりするので、スーパーに買い出しに行く場合だと、その何十分か歩く、何十分もあるかね、30分でせいぜい、まあそのぐらい歩くかな。スーパーだって今無人レジだからさ、そこでも話をしないよね。で、今日は本当はね、火曜日、今これ火曜日に収録してるんだけど、火曜日だとアルコール依存症の自助グループがあるんだけど、もうゲラ直しがあるのでちょっと失礼させてもらって、んで今ちょっと収録してます。これ終わったらまたゲラ直しで目を通ししなきゃいけない、一人で。すごいよね。で、この間人とも喋ってないし、まあ文字は大量に読むけどね。ただまあ間ね、17年間前にアル中で体を壊してからは、その規則正しい生活は心がけるようにはしました。朝起きる、夜寝る、3食食べる、あ、そうそう、晩ご飯食べた、晩ご飯、晩ご飯は近所の喫茶店で、喫茶店の人がそのお弁当サービスで、お弁当の宅配サービスをやってくれるようになったので、じゃあそれお願いしますということで、毎日一日一食お弁当を出してくれますので、でそれを食べて、これも宅配弁当だから喋ってねえよな、飯食うだけで。
で、声を出すのはこのポッドキャストの配信だけだから、不健康な生活だよね。で、まあ規則正しい生活は送ってました。朝起きる、夜寝る、3食食べる、3食栄養バランスは気をつけてますが、栄養バランス気をつけてるだけだよな。糖尿病のその教育入院に入ってやった時に、だいたいこれこれこういうふうでこの単位ですよって言われて、あ、だいたいこういうふうねっていうふうに栄養バランス見ながら栄養組織を見てこう食事を作るっていう、そういう生活を送っているので、まあ食事も味気ないよね。自分が食べるためだけだったらさ、まあまあ食事も栄養が取れりゃいいや。でこれだとビタミン足らないからサプリメントいるよねっていうことでサプリメントを取って、そういう生活ですからね。まあ冷凍食品と牛乳とそれからと、そう、ケロックのコーンフレークは偉大だよ。ねえ、もうとにかく飯作る時間が惜しくて、まあちょっと今ね、どうしても最高ゲラの直しがあるので、特別その人前に出ないような時期な時間状況になってるけど、まあ基本だいたい週に2回アルコール依存症と薬物依存症の自助グループの会合があって、それに顔出し、であと週に1度、毎週日曜日は教会に行ってます。でそこでまあ人と話をし、まあ教会の奉仕をやって、その他にあと薬物依存症のギフダルクのお手伝いをしっていうふうで、まあまあそういう形でその人と話す接点は作ってはいるんだけどね。いやー、しかしあれだよね、そのこうコロナ禍の最中でも生活が全く変わらなかったんだけど、この間若月ひかるさんとその話をしてた時に、若月さんも日常生活全く変わらなかったって言ってたからね。小説家って不健康な生活してるよ。本当地味な生活だよね。この番組へのお便り、ご質問を募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えていただけると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オーリエムの新人賞など、圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Audible などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家ラジオ、そんなところで、ではではでは。